どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。オーバートロールドバージョン2、騙しすぎたということですかね。で、説明文に誰だ、死に耐久に救済措置を設けないやつは私か。おいおい、ひどいコース作ってくれてんじゃねえの。だから、その死に耐久の部屋を見事かわして制作した苦労を無駄にしてやるよ。まあ、あなたが作ってる死に耐久なんて僕からしたら簡単なんですけど。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.6%。 しかし、テルルさんのコースでクリア率が 0.6% ってめちゃめちゃ珍しいよね。久しぶりに骨のあるコースが来たぜ。絶対クリアしてやるからな。なんで今日はちょっと真面目にいきます。僕のプレイスキルとあなたの騙す制作力、どっちが上手いかみんなに見てもらおうじゃないか。開幕派だ。そういや、最近日本人の方のトロールコースばっかりしてると思うんだけど、海外の方のトロールコースが全然見つかんないんだよね。で、上のコインすげえ気になる。あっちは何と思ったら閉じ込められちゃった。クッパ、ちゃんとクッパしてんじゃねー。海外の方はさ、トロール制作とか興味がなくなってきたんかな。マリオメーカーすらやりませんみたいな。それはめっちゃ寂しいことだよね。まあ、日本人の方のトロール制作力もすげえ上がってるから楽しいんだけどね。じゃあこのメット投げてみようか。くっそ、一画面ぐらい全部綺麗に罠をかわしてさ、調子に乗りてえな。え、こんな簡単なコース作ってんの。鼻お化け。メットを投げて右に行くことは合ってると思うんだよな。これでオンオフが変わりますみたいな。上は何なんだろうね。キック、いや、知ってんだよ。ならばここでメットを蹴ってすぐさま右に行こうか。で、オンオフが変わるよな。で、左に逃げたらもう一回オンオフが変わってドアに入られた。さあ進んでいこう。次の場面は何だい。僕は何もしないよ。さまーねーのは俺でした。いや待てよ、これは何もしないで合ってたんじゃない。で、左側に追っといてみようか。そうするとテレサがここまで来ない。あっ。これ当たんだよ。テレサもこっち来んなって。ああ、当てに来いよ。多分これ右に向いちゃったら大丈夫ばい。そうしたらテレサが来ることはない。さあテレサを抜けていきます。で、これは Z して50コインの方には行くわけがないだろう。ここは右だ。あらら、こんなんでいい。しおやじ、罠をかわした喜びもつかの間、すぐに別の罠が来やがるぜ。誰だってか。どこまで隠しブロックがあるんだ。この右は、この右はないのか。ならばすぐに土管に入っていこう。いや簡単、こんなんだったら僕絶叫なんてできないよ。もうちょっと難しくしてくれないとさ。で、中間ポイント、ここの上に上がった瞬間すぐ右ダッシュしようか。行くな。どこ行ってんだよ。隠しブロックってさ、見てて面白いものと見ててつまんないものってあるじゃん。この人は見てて面白いものを作るのがうまいね。さあここで出しておく。これで準備は整って、何も来るなよ絶対に。さあ右出ししていこうか。学習能力ねえのか俺は。もうマジで歯がいい。目の前に中間があるのによ。じゃあここは左を審判で砲弾をかす。今度こそ取れるよな。ここで右出しちゃう。よっ。なんで。でも中間ポイントだから痛くも痒くもないもんね。で、最近さ、制作者さんとお話しする機会があって、作る時にピオキングさんは想像通りのリアクションをしてくれるから楽しいですっていうコメントがあったんだけど、いや、いいのか。大丈夫だね。だからその想像通りのリアクションってさ、いつも同じってことじゃん。だからいつもと違うようなリアクションをしていこうかなと思います。魚。なんか違う。そもそもね、罠とか急に来るから、いきなりリアクションを変えろとか言われても無理な話なんですよ。じゃあ話し方を変えればワンチャンいけるのかな。ちょっとそれでやってってみようか。ガッハ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 ッ。私はクッパだ。控えろ控えろ手下どもよ。道を開けるんだ。よくやった武器物。そこに隠しブロックがあるのは分かってんだ。そうだろ。オラオラ、何もかもお見通しなんだよ。どこでも忘れてた。いつも変な声でやってるから、たまには可愛い声で実況していこうかなと思います。いや、今ちゃんと可愛い声出したつもりなんだけど、めちゃめちゃキモかった。いや違うんだって、僕がどんな声を出す予定だったかちょっと聞いてくれるかな。やべ、もう可愛い声が出なくなっちゃった。あは、え、なんでこんな声になっちゃうんだろう。もうちょっと可愛い声を出すまでやめろって。なんかね、喉にもうキモいやつが住み着いてるんだよな。そいつが邪魔してマジで可愛い声が出せないの。ちょっとガチ集中していいかな。あはー。今のもう限界。
もうあれ以上可愛い声出せない。さあツタを登っていきます。でこのオーブは乗っちゃっていい？上にサンボがいるじゃねえか。でもパワーブロックを取らなきゃいけないよな。オープンに乗って左行ってみようか。このみかんが分かったよ。みんな裏声で喋ればいいんだ。ここはね、ここのパワーブロックを取るために大変そこだー。どうじゃねえんだよ。8割ぐらい罠に引っかかってんじゃないの。もうちょっと罠をうまくかわしてから、そういう余裕の持って発言をしなさい。なら、このパワーブロックは発動していいのかな。発動したらカナのコーラなくなっちゃうから下に置いてみる。置いたらパワーブロックが移動してくれた。で、こっからどうするかだよな。パウを持つ。パウ持ったらさ、カロのコーラ消えちゃった。あのカロのコーラ絶対いるやつだったよ。このドカド酒見ててよ、絶対いるからさ。いや、いらないのか。ワンチャンある。てめえはいらねえんだよ。なんかさ、いりそうな予感するんだよな。持ったまんまだったらダメ。あ、わかった。この毒沼んところに追って、で投げてこれを持っていくみたいな。いや、これでもさ、四角の枠叩いちゃうよな。だから、いや、これあるじゃん。ただ今のでカロンのコーラを持ってこなくていいというのが分かった。それが分かっただけ十分だ。これを叩いてみようか。そんな魚になんか引っかかるかよ。上から振ってくれ。大丈夫。なんだよ今の立ち込みはさ。うどら。今のは私の観察ミスでしたね。予期することができました。ピー風船の裏に青いのが見えるもんだって。じゃあここはピー風船を取っていく。そしてどうすればいいんだろうな。上の土管に入りたいんだけど、多分このパワーブロックを叩かなきゃいけない。うわ、でもどうやって。これ一旦叩いてみようか。ちっさ。今の悔しい。なんだろうな、シーソーでもさ、いろんな仕掛け方があると思うんですよ。でもこの仕掛け方はめちゃめちゃ腹立たしいね。もう一回来るんじゃねえのか。頼む、もう何もすんだよシーソー。シーソー、危ねえ。何やってんだ俺は。落ち着いていこう。そんなに難しい場面じゃないんだ。さあ、ゆっくりとバネをかわして土管に入っていこう。そろそろね、中間ポイントあってくれてもいいよ。来た。頼む、何も来るな。ダッシュしていこうか。いやー、頼む、中間。いや、ほほほほほほ。何このバネ。え、こっち来ちゃいけなかったみたいな。そんな音楽が鳴ってますけど、そんなことはないよな。こっちで合ってるよな。合ってる。そうだよね、こっちが溜まってた。さあ、これは乗ったらいけない玉よ。だってさ、あ、でもここさ、あ、そうだよ、やっぱまた帰る溜まってた。もう一回帰るんじゃないの。ふらふら。で、もう一回かね。みんなやべえ、オンオフ系は怖えよ。絶対さっきとまだ変わってるんじゃないので、3回目ぐらいでテレサが来たような気するんだよな。2、3、これでテレサ来るよな。で、もう変わんない。よしよしよし。で、どかに負けんな。こんなコースをいつもいつも作りやがって。黙れ、すぐ黙るなよ。任天堂さんに報告してやるからな。スタート画面で報告とかないかな。ないのか。なら、こうしよう。あ、ヨシコちゃん、久しぶりヨシコ。このヨシコ踊れんのかな。あっちだ。久しぶりの再会なんだからさ、ヨシコぐらい乗らせておくれよ。そのヨシコ当たったらちゃんと生まれる。当たってみようか。下に行ってしまったら、まあヨシコは乗ることはできないと。でジャンプしても意味ないと思うから、これドクロリンとかなんかあるんじゃない。で、あ、オプテ。見た今の反射神経。で、ここでオンオフするじゃん。右から何が来るかだ、分かってんだ。余裕すぎ。上からも。なんだそれ。このコースさ、死に耐久ないのかな。説明文にさ、死に耐久で救済措置を作ってないのは私ですみたいなこと書いてたじゃん。だから絶対どっかであると思うんだよな。でもその前にゴール来ますみたいな。うわ、ハテナ叩いてみる。ここで、それやめて。どこだ死に耐久は。もうそろそろゴールがありそうな気するぞ。この砲台はなんだ。ジャンプしていいのか。先輩、ここだ。ここさ、行ったらいけないみたいなこと書いてるもん。絶対ここ死に耐久だろ。おみじゅく。へへ、そんな罠に。おみずきゅん。またこんなつまんねえギャグ言ってたらさ、低評価押されちゃうって。いや、逆に高評価をしてほしいね。頭をフル回転させてつまんねえギャグを言ってんだよ。うわー、どこに連れてってんの。また左か。
右を出発してるんだけど、どこにも行きそうな予感がしない。ってことは、また左のドカンキャンでしょうね。まだここのかわし方が分かっていない。下に降りてすぐ左に逃げれば大丈夫かい？ブラックパックはいなくなってくれたね。さあ、これであのドアに入れると思う？普通に入らせてくれねえと思うけどさ、もう上を出発する以外ないよな。ねえ、これまた左のドカンなんじゃない？もう行ってくれ。ここまで多彩な罠だったらね、ゴール前の罠も楽しみになってきたよ、私。さあ、ドアに入っていきましょう。で、あ、ゴールあんじゃん。わ、これどうなるんだろうね。オンしなきゃ先に進めないよな。明日は何？頼む、ゴールさせて。週末サカーナ。面白いじゃねえか、魚にエンドとかいう言葉を書きやがって。おかげで週末サカーナとかいうワードを引き出すことができましたよ。だから週末と言ったからにはこれで終わりさ。俺は今猛烈にカニが食べたいんだ。頼む、開いて開いて開いて、カニ。勝手に食べろよって話だよな。いや、今回も本当に楽しいコースありがとうございました。また待ってますね。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発ネタシャープ62、説明文に難易度星に一度ドッスンに乗るだけって書いてるんですよ。ってことはこの積まれたドッスンを登っていけっていう感じなのかな。それとも右に向かってくるドッスンを登っていくか、どっちかだと思うんだけど、後者の方だったらめちゃめちゃ面白そうじゃない。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.24%。でもさ、説明文に一度ドッスンに乗るだけって書いてるから、一度乗っちまえば簡単なんだろうな。まあ問題はそこじゃないんですよ。このドッスンが右に来るかどうかが問題なんだよな。さあ、ドアに入ってってみようか。で、右に逃げます。やっぱこっち来るよな。で、このドッスン登れってか。これめっちゃこういうシンプルなのめちゃめちゃ好きだわ。で、説明文に一度乗ったら簡単みたいなこと書いてたから、これ、いや、一回乗ったやんか。話が違うじゃねえか。一回乗った後もスピード調整をして何度も乗り続けなきゃいけない、そういうことだろ。せっかく今一回乗ったのに。あ、走っちゃいけー。もういいって、早くクリアさせてよ。親父が親父ストーカーするのやめろって。ここ、いいけ、やったいけ。これさ、最初からスピンしてドッスンに乗り続けておけってめっちゃ難しくない？こっ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 。別に最初から乗ろうとしなくていいんだ。最後ら辺で乗ることさえできれば、あとはスピンジャンプの勢いでいけるんじゃない？やったー。さっ、すげえシンプルで面白いコース、ありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、ドントゲットフラワーズサード、フラワーを取ったらいけないコースですね。で、サムネを見る感じ、あの設置されたフラワーがあるじゃん、その一マスの隙間をくぐっていけっていうコースだと思うんだけど、先にオンオフがあるんだよね。だからあのオンオフをしてさらに戻ってこいみたいな、そういうコースなんじゃないかな。これはなかなか厳そうだね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.15%。 でさ、さらにゴール条件があったんだけど、スーパーマリオのままゴール、え、アイテム取ったら即終了っていうコースじゃないんかな。まあいいか、とりあえずこのフラワーを取らんでいったらいいんでしょう。いや、そんな簡単に言うけどめちゃめちゃむずいよ。しかも音楽が神々しい、こんくらいの方が集中できるってもんさ。まずどこにあるかだね。見えて、ここ、うまくない？一発でこれは。いや、これさ、見た目以上に結構難しいわ。簡単な方法とかないんかな。この赤ブロックのところで大ジャンからの右。この下手くそ、自力で行ってみせるさ。ここまでは全然いい。こっからなんだよな、問題がめちゃめちゃ難しいの。はい、吐き出せ。めちゃめちゃ集中するぜ。なるほど、右に行き過ぎたら雲に乗ってしまうのか。じゃあ右に行き過ぎないようにします。もう怖くてね、もう喋れないのよ。よしよしよし。で、戻るのきっつ。これさ、左の方が難しい説あるよね。いつも右に進むばっかりだからさ。うん、もう嫌だ。なんかもうこのフラワーたちに腹立ってきたわ。めちゃめちゃニコニコしてない？そんなニコニコしてられるのも今のうちだからだ。よし、で、あと2回。はい、まあね、もういい。もうほんとやめようかと思ってる、僕今。はい、よしよしよし、もう喋んなくていいかな。どうせ喋んなくてもテクニックっていうのは変わらないんだ。ならば常に喋り続けていこうじゃないか。それが今俺にできることだ。あと1回、ここか。よっしゃーっしゃっ
これマジで難しかった。特に左向きの方やっぱ慣れないよな、左向きに進むってさ。でも無事クリアできてよかったですよ。ガチでやめようと思ったからね。どうもご視聴ありがとうございました。